健康な毎日を過ごすために知っておきたい豆知識をご紹介します。今回は脳卒中の前兆についてまとめていますので、最後までお付き合いくださると嬉しいです。脳卒中とは、脳梗塞、脳出血及びくも膜下出血を含めた総称になります。脳卒中は寝たきりや介助などが必要になり、最悪は死に至る怖い病気です。脳卒中を回避するためには前兆を見逃さないことが重要です。前兆で最も注意しなくてはならないことは、突然ということです。さっきまで何事もなかったのに急にが全ての前兆のポイントになります。また脳卒中の前兆では片方ということが非常に重要になります。両手や両足に症状が出ている場合には脳卒中の可能性は低いです。脳卒中の前兆には強弱はありますが、同時に片方の手と足に症状が現れます。脳卒中では一過性脳虚血発作という前兆があります。一過性脳虚血発作は短くて数分、長くても30分程度で症状が現れて消えます。そのためちょっと疲れているかなと放置してしまう危険性があります。具体的な前兆を以下で紹介しますが、頻繁に起こる方は要注意です。激しい頭痛が起きる。急に片側の手や足がしびれるや力が入らない。顔の半分がしびれる。痙攣発作が起きる。意識を失う。舌がもつれて呂律が回らない。うまく喋れない。自分の話したいことが話せなくなる。どちらかの目が見えにくくなる。視野が狭くなる。吐き気や嘔吐が見られる。ぐるぐる回るようなめまいがする。箸をうまく持てなくなる。立っていてもバランスが取れず力が入りにくい。うまく歩けなくなる。特にくも膜下出血では約3割の方が頭痛を訴えると言われてます。前兆が現れたら迷わず病院に向かうことが大切です。ぜひ参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。